レアルマドリード史上最強の銀河系になってしまう。もうこれサッカー壊れるだろ。前線だけやん。フランスが誇る最強の守備力3人たちまでいるぞ。ムバッペ、ビニシウス、ロドリゴ、ベリンガム、どうやって止めればいいんだこの前線。ロドリゴはいらんな、ビニシウス、ベリンガム、エムパペ、バルベルで、他は守備要員や。ラリーガとシエルがまたつまらなくなる。もうプレミアしか見ねえわ。クロースさんもうちょい現役やればいいのに。でも、みんなプレミアに夢中なんだよな。若手も充実しすぎている。黒い銀河系がサッカー界を壊してしまうわ。ミリトンまだ26かよ、30超えてると思ってたわ。バロンドールランキングトップ5のうち1位から4位までレアルとかもう壊れすぎなんだよね。リーガ・エスパニョーラって市場規模で言ったら大したことないやろ。なんでこんなスターが集まるんや。さらにハーランドも来る予定。レアル・バルサに集まるのはブランド力あるからやろ。結局プレミア中心なのはしばらく続くと思うで。スペイン人は何も思わんのか。ロナウド、ジダン、ラウール、フィーゴ、ベッカム、ロベカルコのレベルの銀河系集団はもう無理やろ。ネイマは不人気黒人ばかりやし。タケテボは？